はい、どうも、僕くんゲームでございます。今回もね、ウィリアプリ2018動画の方をやっていきたいと思います。コナミさんね、すごい神、コナミさんマジで神すぎますね、これは。ということで今回はね、1周年記念でいろいろ来たんですけど、すごいね、来すぎてちょっとね、もう本当にびっくりしてるんですけど、今回はこの一番左のね、多分皆さんもあると思います、このレジェンドガチャね、新たに来たやつ解説して、まあ、引いていこうと思います。はい、これですね。新しく今回から追加されたレジェンド選手もいるんでね、レジェンドのジーコ、ロマーリオ、ソクラテス、ロベルト・カルロス、カフー、ベベト、そしてね、パトリック・ビエラというね、フランスのレジェンドが、今回来たということで、まあ、この中からね、誰か一人が当たるという、なかなかの神ガチャですけど、はい、250コインでね、できると、回せるということで、まあ、対象選手がね、1、2、3、4、5、6、7ということで、で、しかもね、この後ちょっと解説しようと思うんですけど、収録選手、7人がね、本当に優秀な選手ばかりなんで、すごいね、これ。で、このガチャでね、獲得した選手はね、今後開催されるツアーイベントでもね、イベントボーナスの対象になるんで、まあ、それもでかいですな。はい、ということでちょっと見ていこうか。かっこいいよね、しかもこの表紙じゃないけど、この、あれがね、あー、こっちじゃない。OK。見ましょう。はい、じゃあちょっとね、解説していこうかな。まずはね、ジーコ選手から。まあ、この選手はね、前からもレジェンドガチャで、出てたんですけど、今回また復活したね。まあ、ボールコントロール、ドリブル、グランダーパス、この辺のやっぱパスドリブル系にかなり優れてる選手ですし、まあ、チームをね、まだ強化できてない人が当てれば当たればね、本当に、司令塔的な感じでね、ナンバーテンと、ワンタッチパターン、ワンタッチシュート持って、もう応援付近でね、使えるんじゃないかなと思います。はい、そしてお次、ロマーリオね、まあ、この選手、このガチャで大当たりというか、まあ、一番当たりといっても過言じゃないぐらいのレベル、まあ、正直、このガチャ自体が、ね、本当に優秀な選手ばかりなんでね、ロマーリオはね、もう相手にいたらマジで嫌だってくらい強い、うん、この選手、本当に相手でもね、オンライン対戦した時とかでも結構相手のスタメンにいるというか、で本当に動き出しがすごいんだよね。スピード瞬発兼ね備えて、オフェンスボールコントロール、オフェンスとボールコントロールあって、まあ、決定力も高いしね。レベル30になったら、ここからまた4から5ぐらい上がるんでね、キック力もあるし。強いよな、ロマーリオ、マジで。欲しいっすね、ロマーリオも。はい、ということで、まあ、この選手もすごい当たったら大当たりだと思います。はい、で、こちら、ソクラテス選手。まあ、今回からかな、新搭載ということで。この人ね、前ね、ちょっとブラジルのレジェンド選手紹介した動画とかでも解説したんですけど、今後出てきますよっていうね、医師免許をね、持ってるという、サッカー選手ながらに医師免許を持ち合わせていたという、なかなかのハイスペック選手ですけど、はい、身長192センチ。これまずすごいよね。まあ、イブラヒモビッチ選手ほどではないんですけど、本当にオフェンスの中でも高い方なんじゃないかな。ST と OMF 可能で、身長高いながらもね、オフェンスボールコントロールがね、こんだけ高いのすごいよね。で、キック力で、まあ、ミドルも狙いますし、うん、まあ、身体能力に長けてるって感じかな、本当に。まあ、スピードに関してはそんなにないですけど、まあ、収めるといったところでね、優秀になってくるかな。はい、で、ワンタッチシュート持ちで、チャンスメーカーか。はい、ということで、まあ、新搭載、ソクラテス選手ですね。はい、そしてこちら、パトリック・ビエラ選手。フランスレジェンドということで、この選手はね、この前動画で紹介したばかりですけど、まあ、今後出てきますよっていう最強のボランチというかね、まあ、アンカー、DMF、CMF 可能で、まず身長192センチと、まあ、中盤の選手ながらやっぱ高いですね、ここ。ガタイがいいね。で、ボールコントロールとドリブルね、まあ、ある程度80前半付近までできてね、パス能力もそんなに70、まあ、後半ぐらいまでいくんで。で、やっぱり圧巻なのはね、ここだね、ヘディングからまずディフェンス、ボールダッシュ、キック力、スピード、瞬発力、ボディバランス、ジャンプ、スタミナといったね、ここの、まあ、守備にね、結構重要な、まあ、ヘディング、ディフェンス、ボールダッシュからスピード、瞬発、ボディバランス、スタミナ付近ね、この辺がマジで群抜いてるんで、まあ、本当にカンテとね、ポグバを足して2で割ったようなね、ポグバの身長を引き継ぎながら、ディフェンスはね、カンテ張りの、まあ、やっぱり強さ見せるといった感じかな。スピード、瞬発があるっていうのがね、本当に優秀。スタミナもあるし、で身長この高さからボディバランスも87あるし、やばいよね、コンディション安定度8という。強すぎるよね。うん。で、マンマーク、ヘッダー持ちでね、ハードプレスいって、まあビダルかなと同じスキルか。いや、この選手はね、ガチで強いですよ。うん。
かロマーリオとパトリック・ビエラが同じとこに入ってるっていうのはすごいけどね。で、ロベルト・カルロス、この選手も欲しい人多いんじゃないかな。まあ、僕もあの無課金アカウントの方というかサブアカみたいな方でね当てたんですけど、まあ、方アカでもちょっと欲しいところだね。サイドバック、まあ、DMF サイドハブできて、やっぱなんといってもね、キック力、まあ、ここがあってね、ロベカル選手が蹴れない弾道というか、まあ、他の選手で蹴れるかもしれないんですけど、あの曲がり方、アウトフリーキックというか、あれはロベカル選手の本当に代名詞というかね、それもできるし、本当にこの選手は優秀ですね、能力も。欲しいな。このガチャ欲しい人多すぎて、ちょっと一人に絞れないな、欲しいっていうの。攻撃的サイドバック。ロベカルね。まあ、この前出てて、まあ、何かしらでまた来るとは思ってたんですけど、もう一回このガチャで来ましたね。はい、そしてね、黒玉サイドバック。まあ、サネッティ以来かな、レジェンドの。カフー選手来ましたね。こちらもね、ロベカル選手とブラジルの時ね、まあ、組んで、サイドバックでね、同じ組んでたというか、能力的にもやっぱりボールコントロールからね、フライパスまでの、まあ、サイドバックとしてのね、やっぱパススキルっていうところも非常にあって、ボールダッシュ、ディフェンスセンスもね、そんなに悪くないですね。ボールダッシュに関しては80超えてくると思うんで。で、もちろんスピード瞬発力もあって、スタミナ90、これ、94とか5ぐらいまでいくんでね。で、コンディション安定度7。で、まあ、スキル、ピンポイントクロス持ってるのでかいだな、サイドバックで。マンマークも持ってますしね。いや、マジで、このレジェンドガチャやばいっすよ、これ。当たり選手だらけっすよ、これ。はい、そして、ベベト選手。この選手もね、このガチャの中で唯一金なんですけど、普通に強いです。能力を見てもらえばわかるんですけど、まず、CF と ST できるのかな。まあ、2つのポジションをこなせると。なので、結構フォメ上ね、まあ、ST しかできないジェズス監督、まあ、CF と ST あるんですけど、まあ、ST が片方しかね、設定できないってところでも、まあ、柔軟に、ね、対応できますしね。はい。なんで、ポジションのこの CF と ST 両方できるとまずでかくて、で、これね、ボールコントロール、ドリブルはまあ80後半付近までいって、オフェンスセンスも高く。で、基本的に本当に、能力はね、平均以上あるんで、育てていけばね、強いと思いますよ、俺、この選手もね、スピード瞬発も悪くなく、ジャンプしたら、ね、本当に、すべての能力がね、まあ、フォワードとしてかなり使いやすそうな感じしますし、コンディション安定度8で、逆足頻度精度44からの、ワンタッチシュート、ワンタッチパスも、ワンタッチパス持ちというね、優秀だな。このガチャ優秀すぎねえか、ちょっと。はい。で、まあね、一番の大当たりで言うと、やっぱりロマーリオ、ロマーリオ、パトリック・ビエラ好きになって、その後にロベカル、ベベット付近かな。で、カフー、ジーコみたいな。カフー、ジーコ、ソクラテスって感じになるかな。まあ、ただね、基本的にどの選手当たっても俺はいいと思うんですけどね、この選手。本当に優秀だからね。はい、ということで、ちょっとね、長くなっちゃいましたけど、引きたいと思います。一人一人ね、ちょっと選手解説して。まあ、当たりだらけですよ、もう、このガチャは。本当に。ということで、行きましょう。はい、引きます。いやー来たよ。まあ、金が、1人かな。そうだね。あと6人は黒なんで。まあ、皆さんがね、当たった選手もぜひ教えてほしい。いやー、このガチャ、誰が来る？うわ、雷！ってことは？ってことは？ロマーリオ来たー！ロマーリオ来た。ロマーリオ来たわ。やばい、これは大当たりですね。はい、まあ、このガチャ、まあ、パトリック・ベア選手、ロマーリオ選手は本当に大当たりで。まあ、でもね、ロベカル選手、ソクラテス選手、ベベト選手、ジーコ選手、本当に、カフー選手ね、このガチャはまあ、誰当たっても基本的には当たりといった形なんですけど、まあ、今回ね、ロマーリオ来たね、ついに。いやー、欲しかったんでね、ガチで。まあ、ただ最初説明してた通りね、このガチャでも特に欲しかった選手の一人なんでね。いや、ロマーリオマジで強くねえか、これ。まあ、皆さんぜひ、誰当たったか教えてほしいですね。まあ、ロベガル選手がまた収録されたっていうのも熱いよな。ロマーリオだ。いや、いいですね。まあ、雷鳴ったんでね、まあ、ジーコ選手、ね、ロマーリオ選手、どっちかなみたいな感じになったんですけど、あれ、雷選手って2選手かな、このガチャだと。ちょっとね、脳みそが、ちょっとびっくりしてますけど。はい、今回ね、ロマーリオ選手当たって、まあ、ただこのガチャ、本当に何回も言うようにね、レジェンド選手、
あの、まあ、使い方みたいな、使い方が能力的に解説したんですけど、当たり選手がね、本当に多いと思うんで、まあ、ぜひ、皆さんね、引いて、まあ、当たった選手ね、まあ、スターメンで使ってみるなり、なんなりね、やってみてください。ということで、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左上の僕くんの顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。神ガチャすぎるぞ、これ。